皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレットパート22やっていきましょう。今回はこの先にあるセルクルタウンに行って、久しぶりのジムリーダー戦やっていければと思います。どんな戦いが待っているのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてあなたとも戦っておきましょうか。黒い吹き出しだから強いかもしんないよ。君アカデミーの生徒さん、スターダンって知ってる？知ってるも何も、スターダンのアジトを2つ壊滅させたのは私でございます。配達員の竜兵が勝負を仕掛けてきたコダックか。タイプ相性的には不利ですけど、まあこの辺りはレベルが低いのでなんとかなるでしょう。これさ、ジムリーダーもレベル低いかな。20レベ前後ぐらいだったらアチゲータだけでなんとかなりそうですよね。そしてセルクルタウンは虫タイプのジムっぽいので、タイプ相性的にはバッチリなんですよ。貝殻の鈴で回復して相手が使ってくるのは泥バンコ。タイプ相性は最悪ですけど、まあまあまあレベル差があるんで勝てるでしょう。ドロバンコといえば、まああれですよね、サンムーンのポニ島の島クイーンハプーを思い出しますよね。あの進化後のバンバドロをよく使っていて乗っておりました。いや懐かしいな、サンムーン。MK さん結構サンムーン好きなんでアニメも好きだったし、サンムーン。ということで、貝殻の鈴でさらに回復して、おーなんだ、オラチフを繰り出そうとしている。オラチフって何？まだ聞いたことがないポケモンなんですけど。おーっと、なんだお前は。あ、待てよ、こいつさ、あれじゃない？ペパーくんが持ってたマフィティフだったっけ？あいつの進化前、いや違うかな？いや、ぽいよね。なんか顔が似てる気がするけど、ちっちゃいし、あいつに進化するんじゃないか、戻っていっちゃった。もうちょっとよく見たかったんですけどね。はい、配達員の竜兵との勝負に勝ちました。スターダンのことを考えてたら負けてた、どういうこと？え？あなた、なんかスターダンにやられたとかそういう話？かまってあげたい気もしますけど、 MK さんはジム戦で忙しいので後にしてください。あとはこの辺新しいポケモンとかはいないっぽいよね。じゃあ進んじゃうよ。落ちてるものは拾っておきましょう。なんでしょうか、眠気覚まし。あなたも一応戦うか。ルンルルン、どうした、気分いいの？パティスリー、ムクロジのケーキ買えてご機嫌なので勝負。あー、なるほど、だからルンルンしてたのか。はい、ビジネスマンのエータが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはゴマゾウ。ゴマゾウまだ持ってないな。この辺に出るんだったら出る場所を教えてほしいんですが、バークアウト使うしかないか。アチゲータのバークアウト、これで OK。 ナイス。相手のゴマゾウは倒れた。 PP ももったいないからね、いろんな技使っていきましょう。後ろにはパピモッチもいますけど、パピモッチはもう捕まえてるもんね。ケーキがあるから負けてもご機嫌さ。あ、それは良かった。828円私に払うお金があったらもう一個くらいケーキ買えたんじゃないでしょうか。プリン寝てる、かわいい。あ、いや持ってるか。ププリンもプリンもゲットしたよね。この辺りはプリンだらけですけども、あ、うわ、どうだったっけ、ポケモン勝負してるけど何人倒したか。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか。南2番エリアであなたが勝ったトレーナーは5人ですね。おお、来た。ポケモンリーグより豪華な景品のプレゼントです。ツバメ返し、待って、ありじゃない。当イベントは他のエリアでもやっているので、そちらでもぜひ。ツバメがか、覚えるポケモンが、いやでもいなそうだな、やめとこ。じゃあポケモンセンターで回復して、早速セルクルジム向かっていきましょうか。まあジムテストでしたっけ。ジムリーダー戦の前にあると思うので、そちらもしっかりクリアしていきましょう。お預かりしたアチゲータたちはみんな元気になりました、ありがとう。なんかここあれだね、結構発展してないか、タウンっていう割には。この辺はサンドイッチの材料かな。あなたはそこの学生さん、はい。甘くて冷たいアイスはいかがですか。まあジム戦前に何か強いものがあればという感じですけど、特にないね。ちびちびパワーとかって、なんだろう、高さが少ないポケモンがゲットしやすいとか、そんな話。あ、豆バッタ連れてる。豆バッタちっちゃくて見づらいんですよね。ということで行きましょうか、ジム。なんだ、目の前に人が立っておりました。そしてジムの上にミニーブたちがいる、かわいい。え、あなたは、ジムリーダー。セルクルジムのジムリーダーは戦うパティシエ、カエデ。あ、パティシエなんだ。可憐な見た目に気を抜くなよ。セルクルタウンはオリーブ収穫祭の真っ最中。ジムテストもお祭り仕様になってるわよ。へえ。
なんか普段のジムテストとは違うものができるみたいです。そして毎回入るとネモちゃんがいたりするんですけども、今回はどうでしょうか。あ、いない。トロトロトロと、あ、電話が来た。ネモちゃんですか？やっぱそうだ。もしもし MK、 私ジム回ってる。今どこジム？あ、意外と近め。ちょっと顔見に行こうかな。お、ネモちゃん来てくれるみたいです。来た。はいや。あ、いたいた。はい。どんだけジム好きなの、ネモちゃんは。 MK、 もう二つ目なんだ。バッチいい感じ。え、二つ目？あ、そういうことか。三つ目のジムはここを選んだんだね。 MK なら大丈夫とは思うけど、ジム前の練習として私と一回勝負しとこうか。いいよ、しようじゃ。わ、嬉しい、やる気みなぎってる。それじゃあ決まりね。行こうか。早速バトルコートへ向かいましょう。ネモちゃんと久しぶりのバトル、頑張っていきましょう。うわ、ジムリーダー前にネモちゃんを倒さないといけないか。まあでもレベルがどうなってるかだよね。このあたりの仕様に合わせてくれてるんだったらそんなに高くないとは思いますけども、ジム前は町のバトルコートにあらかじめ来ておいて、コートの立地とか材質とかあらかじめ知っておくといいよ。あ、そこまでガチなの、ネモちゃん。戦況を左右するかもしれないから。なるほど、 MK の顔を見たらわかる。ますます強くなってるね。お、わかるか。私もちょっと強気なメンバーで行こうかな。お、それじゃあよろしく MK。 ネモちゃんの本気も見てみたいところではありますが、今思いっきり本気出されたら負けちゃうからね。相手はチャンピオンクラスですから、実りのある勝負にしましょう。来た。これが口癖っぽいね。おー、ネモちゃん久しぶり。戦っていきましょう。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。ライバル戦も久しぶりに聞くな。おーっと、まずはイワンコ。なるほど、タイプ相性的には MK さん悪いんですけども、ジムの予行練習張り切っていっちゃおう。わかりました。ここバークアウト打つしかないな。岩タイプ入ってるんで、バークアウトで、今一つを回避していく。お、結構食らったね。特攻が下がって、イワンコが影分身。やめてくれそういう戦法は。ちょっとネモちゃん、チャンピオンクラスでしょ。そんなせこい戦い方しちゃダメだ。オッケー。ちゃんと会心してあげないと。ネモちゃんダメだよ、そんな影分身積んで勝つとかさ、許されない。で相手はパモ。まあまあまあ、パモぐらいだったらこのまま行きましょうか。パモは電気タイプなので、まあ火炎放射で倒せるでしょう。相手が21レベ、まあちょっと高いな。まあでもネモちゃんでもこれぐらいってことは、ジムリーダーでも234とかだったら勝てるね。ポケモントレーナーのネモはニャローって送り出そうとしている。お、待て、ニャオハの進化系だ、初めて見る。勝ったつもりはまだ早い。この子で逆転させてもらうよ。タイプ相性は最悪ですが、ネモはニャローって送り出した。どんな見た目なんだ。おお、あ、いいじゃん。いいじゃん、テールナーみたいね。かわいい。ニャオハこんな進化すんの。ニャオハにすればよかったかな。ニャローってめっちゃかわいい。 MK もオーブ持ってるから、今回はフェアにテラスタル。あ、 MK さんテラスタルしてないよ。ちょっとフェアじゃない。ネモちゃん、ネモちゃんフェアじゃない、フェアじゃない。 MK さんテラスタルしてないから、今回テラスタルニャオーニャローってだったっけ。おー、かわいい。ニャローっていいじゃん、ちょっとかわいいじゃん。相手のニャローテは爪研ぎをした。積んでる暇あるか。こっちは火炎放射ですよ。相手の攻撃と命中率が上がりましたが、いけい、どうだ、オッケー、効果抜群だ。まあまあまあ、さすがに倒せますよね。技のチョイスいいね、どんどん実ってく。おお、なんか実るっていうのが口癖みたいですね。相手のニャローテは倒れた。待って、ニャローテのデザインありだな。アニメとかでガンガン動いてほしいね。ポケモントレーナーの根元の勝負に勝った。オッケー。まあまあまあ、ジム前のちゃちゃっとしたね、予行練習ですよ。あはは、どんどん実ってく。やっぱ実るっていうのが口癖なんだ。草タイプ使うしね、まあ MK さんの場合は。おや、シルシルの様子が。いや、タギングルでしょどうせ。知ってるよなんとなく、だってスターダンのアジトで見たもん。あなたの進化きたー。タギングル、おめでとう。シルシルはタギングルに進化した。見た目かっこいいけどな。でも毒ノーマルっしょ、ちょっとかぶってんだ。どうと、タギングル毒猿ポケモン。餌によって色が変化する。毒の唾液を指にまぶして森の木々に模様を描く。そう、これ事前情報で出てたんですよね。設定的にも面白いポケモンではあるんですけど、どうとかぶっちゃう。写し絵
何それ、スケッチとは違うの？相手の本質を捉えて映し出し、自分と味方を相手と同じ特性に変化させる。へえ、なるほど、なかなか変わった技ですね。一応覚えさせておきましょうか。いや、その指の色とかいいな。いや、パーティー入れたいけど、どーと被っちゃってる。あなた一旦なしで、今ジムバッジ2個だよね。2個の強さじゃないよ。いや、実りあった、いい勝負だったね。勝負のお礼にこれ受け取って。お、何でも直し3個ありがとう。本当は今すぐもう1回やりたいけど、私チャンピオンだから相手を思いやって我慢するよ。まあそうだね。またバッジ集まってきて、ジムで会ったら勝負しよう。わかりました。 MK、 はい。MK がもっともっともっと強くなってさ、はい、いっぱいいっぱい勝負できたら嬉しいな。付き合ってくれてありがとう。ジムテスト頑張ってね。はい、ネモちゃんももう戦闘狂だからさもう勝負のことしか頭ないのよ。勝負終わったら勝負しようって言ってくるからね。そんなことあるということで、ちょっと待って、パーティー変えていいっすか。ちょっとタギングル被っちゃってるんで、ちょっと一旦君行く。ミニーブ、ミニーブ進化すんのかな。進化しそうな見た目はしてるよね、スボミーっぽいから。いやー、まあまあまあ進化すると信じて、とりあえずパーティーに入れておきましょう。ようこそセルクルジムへ。はい、挑戦者のお名前を登録します。 MK さんですね。 MK さんです、よろしくお願いします。当ジムリーダー楓と勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。はい、セルクルジムのジムテストはオリーブ転がしです。オリーブ転がし、オリーブの産地セルクルでは昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。オリーブを模した玉を転がしてゴールまで運べればジムテストクリア、翌年は多くのオリーブが取れますよ。なるほど、お祭りの一環なんだ。詳しいルールは会場にいるスタッフまでお尋ねください。オリーブ転がし会場は町の北の方にありますよ。場所をマップに登録しますね。ありがとう。それでは行ってらっしゃい。はい、行ってきます前回のジムテストがあのなんじゃもちゃんのやつで結構面白かったんで、今回もどんなものなのか気になりますが、今のところキマワリ探しと動画盛り上げと、まあオリーブ収穫祭か、向かうべきがマップに登録されてるって言ったけど、んーと、あれマップ見ればわかる。ここか。なるほど。じゃあこちら目的地に設定して、そっち側ね向かっていきましょう。もっと奥、ん、どこのこと言ってる。あー、そこか。確かにちょっと緑っぽくはなってますね。南2番エリアに到着しまして、よろしくお願いします。オリーブ収穫祭、なんとか手伝いに来ました。オリーブ転がし会場へようこそ。ジムテスト、オリーブ転がしは巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。いくつもの障害物を乗り越えてゴールのカゴにオリーブ玉を入れることができたらクリアです。それではジムテストのオリーブ転がしに挑戦されますか。もちろんです、やっていきましょう。なんだか柵が蜘蛛の巣みたいになっててデザイン凝ってますね。かしこまりました。豊作を願ってしっかり転がしてくださいね。まあお祭りの一環ですから、 MK さんもねちゃんとお祭りに参加してオリーブ転がしやっていきましょう。よし、行くぞ。オリーブってなんかパティシエって言ってたからスイーツの材料になったりするのかな、ちょっとよく分かっておりませんが、ジムテストオリーブ転がしに挑戦。うわ、結構でかいなオリーブを模した玉とは言ってたけど、こんな大玉転がしみたいなことしないといけないの。よし、行くぞ。いけい、ゴー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 転がせ転がせ。あー、ちょっとミニーブちゃんごめんなさいね。たたたたた、結構これ柵にぶつかると跳ねるな。で、あ、そこはなんかトレーナーが立ってるけど、戦わないといけないってこと？ほら、ほら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 。勝てたら近道よ。なるほど。じゃあ戦いましょう。あなたミニーブ使ってくるっぽいけどね。こんにちは。お、私に勝てたら近道通してあげる。ミニーブの壁あなたにかいくぐれるかしら。ってことはミニーブばっか使ってくるってこと？ジムトレーナーのハルミが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはもちろんミニーブじゃない。どういうことだ、ミニーブだろ今の流れ的に。コロトック使ってくんの？じゃあ、あ、レベル13。待て、弱すぎるぞ。この辺の敵焼き尽くすで十分だな。ジムリーダーの時だけ火炎放射使っていきましょうか。PP もったいないですからね。お、ミニーブレベル上がりました。レベル9。結構早く進化するかな。ミニーブの壁すんなり越えていくのね。はい、
超えさせていただきます。ミニーブたち道を開けちゃってくださいなんかこんなちっちゃいミニーブで壁ができてんのもおかしいけどね。あ、一匹遅れたのがいて今可愛かったですけど、行きましょうか。こちらじゃあ通してもらって、ほいほいほい、泣いてる、ごめんなさいその調子よって言いながら泣いてたけど、お、待って、そこゴールじゃない？もうほら坂道コロコロ転がして、君この先がゴールだ、戦わしてくださいな。近道に試練はつきもの、君の足を止めさせてもらう、そうはさせないぞ。またミニーブの壁だ、ってことは使ってくるポケモンはもちろんミニーブじゃない。ミニーブじゃないんかい、ミニーブ使えよ、そこはコンパンか。じゃあここも焼き尽くしてしまいましょう。レベル13だから世の言うですね。タイプ相性的にも楽勝、今のでコンパン4体ぐらい倒せてると思いますけども。レベルが、お、ミニーブだけ上がってく、お、葉っぱ買った、いいじゃん、覚えよう覚えよう。いや使う、ありだよねミニーブ。いや進化するんだったらあり、どうだろう、一進化か二進化かなんだけど、なんか二進化っぽい気もするけどな。もしかしてミニーブの進化系、ここのジムリーダー使う？止められない思い。まあそうだよ、もうお祭りのためで、てかあなたは、ミニーブたちも君を認めて動いてくれるぞ。そうだけど、あなたは豊作を願ってないの？オリーブ収穫祭の。ねえ。ねえ、願うんだったら MK さんをちゃんと通すのが筋では？そしてやっぱり遅れてるミニーブちゃんいるんですね。よーし、じゃあ転がして、そのカゴに入れてしまう。ちょ、斜めってる、斜めってるよ。斜めってる。ちょ、どっか行っちゃう。やめて。転がして、ほい。ほいほいほい、オッケー、カゴに入りました。これでお祭りは終了か。お、上にもミニーブがいましたね。ジムテスト、オリーブ転がしに挑戦合格、やったー来年なんかいっぱいオリーブが取れるといいですね。オリーブとミニーブで頭の中はこんがらがってるんですけども、これでなんとかジムリーダーに挑戦できるようになると思います。いやでも使ってくるタイプが虫タイプ草タイプなんだったらなんとかなるよね。あれ、なんか大丈夫？おー、びっくりした。真っ暗な時間長かったな。MK さんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です。おめでとうございます。ジムテストの結果を受付までご報告ください。ジムリーダーとの勝負もファイトです。ありがとう。ちょっとご丁寧なお姉さんでしたね。じゃあ行こうか。お、この辺りはパピモッチとプリンとププリンしかいないか。なんかまあまあまあセルクルタウンっぽい結構可愛いポケモンですね。よし、じゃあ行こうか。ヘラクロスを持ってるトラックのうんちゃんもいますが、ジムリーダー戦、まあまあまあ言うてでしょ、言うていけるでしょ。はい、こんにちは、コライドンに乗ってやってきました。っていうかこっち側もあれだよね、主ポケモンとかいると思うので、コライドンのアクションまた増やしたいな。まあその前にまずはジムだ。 MK さん、オリーブ転がし大成功だったみたいですね。もう大成功も大成功、おめでとうございます。ジムテストクリアです。 MK さんには当ジムリーダーと勝負する資格が与えられます。よし、待ってました。お菓子の虫、ジムリーダー楓に挑みますか。お菓子の虫、どういうこと？お菓子にたかる虫ってこと？よくわかんないけど、まあ、挑むは挑むよちょっと二つ名が気持ち悪くないか。それではバトルコートにご案内いたします。どういうキャラクターなのかもよくわかっておりませんが、まあ虫タイプ使いなんですよね。パティシエってことは男女、それすらまだわからんなこんにちは、とりあえずやってきましたけど、オリーブ転がしクリアしましたよ。あ、女の人っぽい。あ、ビビオン。しかもその模様は配信限定のビビオンじゃねえか。ビビオンちゃん、たーんと召し上がれ。これ配信でしか配布されなかったからだぞ。おい。君、配信もらったな。ビヨンド。ビヨンドっていうの？ビビオンは。あらあら、素敵なトレーナーさん。うわ、よく見たらさ、帽子のなんかのところが触覚みたいになってる。そして結構可愛いね。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとね。はい、いえいえ。あら、自己紹介がまだだったかしら。エプロンにも蜘蛛の巣がついてるな。あ、デザイン可愛い。あー、なるほどなるほど。このまつげのデザインもね、虫タイプっぽくていいね。パティスリームクロジ店長の楓です。あ、さっきムクロジさんのあれもらったって人いたよ。あ、
髪型もよく見たら触覚みたいなのが出てる。あらら、今はセルクルジムのシフトだったわ。シフトでジムやってんの？いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。はい、普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ、ぽいですね。結構ふわふわしてる雰囲気の方、口に入れて幸せなお菓子も草木に潜む虫ポケモンも小さいけど大きな力を持っています。お、このなんか手拍子から始まるのいいね。足をすくわれないよう踏ん張ってくださいね。わかりました、行きましょうか。なんかシフトでジムリーダーやってるってどんな街って感じですけども、そんな人には負けませんよ MK さんは。はい、おお、あ、かわいい、ジムリーダーの楓が勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンは豆バッタ。豆バッタなんてもう世の言うよ。火炎放射打っていきましょうか。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかもですよ。お、スイーツとかけて甘いって言ったな。よし、じゃあここは火炎放射打っていきましょう。14レベ、おいおいおい、待ってくれ。話にならんぞそんなの。はい、相手の豆バッタは倒れた。14レベで、ちょ MK さんに今立ち向かっても相手はタマンチュラ。タマンチュラも余裕よ。ってことは最後がミニーブの進化系かぽいよね。いや、でもテラスタル使ってくるだろうからな。わざわざ虫タイプである必要もないのか。なんじゃもちゃんもムーマージュとか使ってましたしね。はい、相手のタマンチュラは倒れたね。最初のコルサさんもウソッキー使ってましたし、これあえて虫タイプ外してるんじゃないか。やっぱそうだ、ヒメグマ。なるほど、なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。おお、オリーブ転がしとかけている。相手はヒメグマを送り出した。ヒメグマ、あ、普通にあるか、関東っていうか、関東じゃねえや、城都の姿か。じゃあここは火炎放射打たせていただきますよ。さなぎを破り強く大きく育ちましょう。お、虫ポケモンっぽいかけ方をしてきましたが、相手はテラスタル使ってくるよね。お、かわいい、帽子が飛ばないように抑えまして、いや、いいな、ちょっとデザインいいね。お、やっぱそうだ、虫タイプのヒメグマにテラスタルしました。あ、虫のテラスタルのその王冠みたいなのかわいい、触覚と羽がつくんだ。はい、アチゲータの火炎放射でわざわざ効果抜群になってしまった。ちょっとこの激アツ BGM が、あー、一瞬で終わっちゃう。この激アツ盛り上がり BGM が、あー、ごめんなさい、もうちょっと聞きたかったね。ジムリーダーのカエデとの勝負に勝った、一瞬過ぎた。あー、まあ勝った勝った勝ったよ、やったね。私のポケモンたちみんな虫の息です。うまく描けてんな。そして食べ物を扱いながら虫ポケモンってあんまり相性良くないような気もするけどね。あなたの強さ勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。あ、なるほど、ケーキとかけてんの。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証としてジムバッジを差し上げます。楓特製手作りケーキも一緒にたーんと召し上がれ。あ、ありがとう、ケーキもくれんの、おー、いいね。セルクルジムクリアチャンピオンロードを達成しました。いや、ちょっとこの写真いいな、写真撮っとこう。はい。MK さん2つもカップケーキ持っちゃってますけど、いやー、なんか結構いい感じのジムというか、なんか心温まるジムでしたね。ジムバッジを3つお持ちならレベル35までのポケモンは捕まえやすく言うことも聞きます。すごい食べっぷりだったのでデザートに技マシンもどうかしら。お、飛びつく、これなんかあったな。相手に飛びついて攻撃する、相手の素早さを下げる、これミニーブありかもしんない。冒険の途中で手に入れた技マシンは技マシンマシンで作れるようになりますからね。これ最初からあったような気がする。これからあなたの進む道が甘く優しくありますように。ありがとう、それではまたお会いしましょう、バイバイ楓さん。いや、結構ね、なんかすぐだったけどいいジムだったね。ということで三つ目のジム、なんとか突破しました。ここからだよな。次どこに向かおう。あ、失礼します。あなた、いたよね、学校に。先ほどジムリーダーに勝利されていましたね。確かお名前は MK さん。あなたもチャンピオンを目指していらっしゃるのですか？はい、そうなんですけど、あなたは？いいお返事を聞きました。類稀な若き才能、さらなる高みを目指してくださいね。失礼申し遅れました。はい。うわー、すげー、みなり。私は、おもだか、ポケモンジムを運営しているポケモンリーグの委員長です。あ、委員長！こんにちは、おもだかさん。ローズ委員長みたいに変なことしないでね。あなたがジムバッジを集めるなら、その先でお会いできるでしょう。それでは、ごきげんよう。ごきげんよう。委員長ってことは、直接勝負するわけではないのかな？ローズ委員長とかも、まあ、変なタイミングでしか勝負しなかったもんね。いや、でもどうなんだろう。
この地域では委員長がどういう立ち位置なのかいまいち分かっておりませんが、はい、そしてじゃあ次の目的地見ていきましょうか。セルクルタウンを抜けて、あ、下行く？ここのジム行けちゃいそうじゃない？そうしよっか。あとこっちにはスターダストストリートもありますが、いや主も気になるな。いや言うてやっぱまずはこっちでしょう。じゃあエスパータイプのジム、リップかベイクジムに向かっていきましょう。あ、詳しく見るじゃないよ。ここを目的地に設定して向かうべきはあっち。よーし行きましょうか。授業の続きが受けられるようになった。お、じゃあそれも後で受けますね。授業もね。お、なんか落ちてる。ドレインキッスありじゃない。あ、っていうかこのビビオンも限定の色だ。え、この、あ、そういうこと。パルデア地方ってこのビビオンが手に入んの。え、もともと配布限定だったけど、あれは先行配布みたいな形になるってことなのかな。まあだとしたら激アツではありますが、この辺り新しい野生ポケモンとかいませんか。いたら面白いんですけど。コダックは持っている。コダック持ってる。ここ飛び越えられるかな。ちょっと微妙だよね。行きたい気持ちはあるけれど、綺麗な羽をゲットして行ってみようか。大ジャンプ、ここで大ジャンプ、どうだ、無理やりこれ、あら無理ですね。 MK は慌てて水の中から上がった。これで向こう岸に着いた判定だったら助かるんですけど、まあそんなことないよな。そしたらどうすっかな。あ、おい、いたぞ、マフィティフの進化前。君ですよね。何タイプかも分かりませんが捕まえていきましょう。ブルドッグみたいな見た目ですね。オラチフ、これ直でモンスターボール投げちゃっていいよね。はい、行け。もう MK はモンスターボールを使った。捕まってくれ。一発でどうですか。さっきのジムをクリアしたから、さらに捕まりやすくはなっているはず。オッケー。まあまあまあ、序盤で来るべき場所だったみたいですしね。やった、オラチフを捕まえたぞ。ということでまたミニーブのレベルが上がっていきました。オラチフ若造ポケモン、悪タイプなんだ。相手に舐められないようにいつもしかめっ面をしているが、泣いている子供はその顔で笑い出す。確かにまあまあまあ面白い部分もありますけどね。若造ポケモンか、なるほど。それがああいうおじいちゃんみたいな見た目に進化するんですね。まあ若造からね、こう大人になれたという設定のポケモンなんでしょうか。こちら拾いましてスペシャルアップ。ちょっと待って、どう進めば向こう側近いかな。ちょっとマップ確認しよっか。うーわ、ちょっとこれ待てよ、めちゃくちゃ川でさ、ここ遮られてんだよ。まあこの辺の橋通るしかないのか。違うな、今こっちから来たのか。こう来たから、まあこう行ってこう行くのがいいかな。よし、じゃあそうしましょう。あ、待て、おい、 EV のマークついてるぞ。 EV のマークついてるぞ。 EV いる？ EV いたら捕まえたいけど。 EV いるかな。 いるとしたら固定シンボルか。いやでもどうだろう。うわー、でもどうせレアなんだろうな。でもまあイーブ今捕まえたところで、今回 V2 多分追加されてないから旅パには入れないですけどね。モンスターボールを拾いつつ、じゃあ こっち進むべき道は、違うな、逆だ。これどうしよう。この辺を、あ、一旦ここを目的地にしよう。はい、これで分かりやすいね。うわ、イーブいんの、捕まえたいけどな。でも EV 探してたら5時間かかっちゃうよな、どうせな。まあ一回とりあえず、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回なんとかあそこの橋を渡って次のジムの方に向かっていければと思います。まだまだ冒険の方頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。